山尾市り、山尾市り、山尾市九1974年7月24日帯は、日本の政治家、元検察官、立憲民主党所属の衆議院、議員、三期、民進党政務調査会長、民進党国民運動局長を務めた。旧姓は関の、宮城県仙台市生まれ、聖徳学園小学校、 東京学芸大学附属大仙中学校、東京学芸大学教育学部附属高等学校、卒業。高校に進学するまでは、医学部志望だったが在学中に、法律家志望に転じ、東京大学文科愛類に入学。ラクロス部ではマネージャーを務める。3年次から、東京大学法学部に進学。1999年に、東京大学を卒業し、 2002年に司法試験に合格した。司法収集、旧57期、同期に元衆議院議員、弁護士、薬剤師の林原由香がいるを経て、2004年に検察官任官。東京地方検察庁、千葉地方検察庁を経て、2006年4月に名古屋地方検察庁岡崎支部に着任。2007年9月に民主党が次期衆院選。 愛知七区の候補者公募を実施すると、これに応募。当時民主党代表だった小沢一郎にスカウトされたとも言われている。民主党本部は11月下旬、元日新市議会議員の白井恵里子を擁立する意向を同等県連に打診したが、白井が同じ女性の山尾氏を支援したいと辞退したことから、最終的に山尾が選ばれた。12月7日に退官し、瀬戸市に移り住む。 12月15日、同党県連は、正式に、山尾の擁立を決定した。2009年8月の、第45回衆議院議員総選挙に、民主党公認で愛知7区から出馬し、自由民主党前職の鈴木敦志を7万病町の差で破り、初当選した。2010年の民主党代表選挙では、現職の菅直人の推薦人に名を連ねた。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党が女性弁護士の正木博美を擁立。山本正木の間で票が割れ、落選、超副立候補していた比例東海ブロックでも、時点で落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に際しては、東海4県、愛知、岐阜、三重、 静岡の中部電力管内の小選挙区から民主党公認で立候補した候補者の多くが連合参加の中部電力労働組合か選挙支援を受けるため各燃料サイクルや原子力の平和利用を明記した政策協定を結んだが山尾は協定を結ばず中電労組からの選挙支援も受けなかった。なお映画監督の山田洋次は山尾の支持を表明している。 前職の鈴木を約5000秒差で破り、2年ぶりに国政復帰。2015年1月の民主党代表選挙では、元幹事長の細野武氏の推薦人に名を連ねた。2016年の民進党結成時には、政調会長には敵される。同年のユーキャン新後、流行語大賞にて、保育園落ちた日本市ネがトップ10に入選した際、国会で、 待機児童問題を追求した縁で受賞式に感謝として出席する。2017年民進党代表選挙にて代表に就任した前原のもと、一時は幹事長に内定し本人も受諾したが、起用は取りやめとなった。その一員として、党内からの経験不足との批判に加えて、2017年9月7日、 発売の週刊文春が弁護士の倉持林太郎との交際疑惑を報道したことが影響したとされる幹事長には大島厚氏が就任し執行部入りは見送られた。離党届を提出した後に国会内で記者会見し関係閣議へのお詫びの言葉を述べた後に臨時国会の場に今回の混乱を持ち込むことは等に さらなる迷惑をかけると判断したと離党を決めた理由にいて説明したが不倫関係については男女関係はないとして否定した2017年9月22日愛知7区での支持者向けの集会で第48回衆議院議員総選挙に無所属で立候補することを表明した9月27日日本共産党は愛知7区に公認候補を擁立しないと発表 民進党は、山尾の無所属出馬表明の時点から、代表の前原政治が、目指す、社会像が一致しているとして対抗馬を立てない意向を、示していたが、10月4日、同党の黒葉光一郎、総合選対本部長代行は、岡崎市を地盤とする衆議院議員の中根康弘に、大使愛知七区の希望の党公認内定の連絡を、密かに行った、中根は七区へ移ることを誇示した。 10月6日、連合愛知は民進党出身者14人を党派によらず支援する方針を決定したものの山尾に対しては推薦を見送った。10月22日に行われた総選挙で鈴木を834票差で破り参戦。同年10月30日、無所属のまま衆議院会派、立憲民主党、市民クラブに入会。同年12月26日、 立憲民主党に入党した。2016年2月4日、衆議院に予算委員会で、軽減税率について、財源1兆円のうち6000億円は未定。一方、増税を決めた時の国民との約束である、子育て支援充実策のうちの3000億円の財源が未定だ。軽減税率と引き換えに子育て支援の充実策が削られるのではないかという強い懸念があるとして、 安倍晋三首相に対し、財源が見つかっていないこの3000億円は、これはすべて必要な社会保障に入るのかどうかと、質問した。安倍首相は、軽減税率導入に際して、必要な社会保障費を切ることはない。今話のあった子育て支援の3000億円については、各年度の予算編成過程の中で、検討していくことになると答弁した。2016年2月29日、 衆議院に予算委員会において、過去に与党公述人が言及し、複数のメディアが取り上げていた、保育園落ちた日本紙ネと題した匿名ブログについて、改めて待機児童問題を喚起したとして、質問したが、安倍首相は、匿名である以上、本当なのかどうかも含め確かめようがないと答弁した。また、議員席から、誰が書いたんだ、本人を出せとのやじが飛んだこともあり。 保育園落ちたの私と私の仲間だとするねと、署名活動が広まり、約2万7千人の賛同者を集めた。署名は署名者と共に政府に手渡した。2016年12月1日、このフレーズが先導するようにして、大きな社会問題を現出させた等の理由から、ユーキャン新語、流行語大賞のトップ10に、保育園落ちた日本シねが選ばれ、受賞者として、受賞式に出席した。 2017年2月17日、厚生労働省の保育所保育指針改定案について、衆議院に予算委員会で取り上げ、子どもたちの心に押し付けではない自然に社会を愛する、自分の生まれ育った国を愛する意識が芽生えていく。と述べている。資金管理団体、応友会が2012年分の政治資金収支報告書に山尾から 政治資金規制法で定める上限額を超える1,114万円の寄付を受けたと記載したことや山尾が代表を務める民主党愛知県第7支部が欧友会から2012年に10回にわたり計899万円の寄付を受けたと収支報告書に記載したにもかかわらず欧友会側の収支報告書には5回分423万円分の 寄付し記載されていなかったことを2016年3月31日付の週刊新庁が報じた。第7支部は同じ2012年に年間230万円分のガソリン代を出費したと記載、同じ店舗で1日10万円分のガソリン代を出費するとの問題箇所も指摘された。四月六日の記者会見でガソリン代はプリペイドカードで支出されたとされていたが、 料金チャージの形跡がなく、支部と無関係に支出されていたことを明らかにし、すでに退職した元公設秘書が指摘に流用していたが、連絡は取れず、大友会が寄付の上限を超える寄付を受けていたことについては事務的ミスであると述べた。2014年の収支報告書の新築祝い名目で選挙区内の店舗に2万1000円の支出についての 記載があったことについては記載ミスと述べた。なお、新築祝いの件については、後に公職選挙法違反の容疑で刑事告発されたが、権威不十分で不起訴処分となった。山尾は4月20日の記者会見でガソリン代の出費に関して元公設秘書側と真相究明に向けて双方の弁護士で交渉していることを明らかにし、 元公設秘書に対する法的措置も含めた対応を検討していいと述べた。その後12月27日に元公設秘書が2011から12年の計217万円の不正請求を認めたことを明らかにした。元秘書がすでに全額を弁済したとして刑事告訴は見送るという。2015年にもガソリンプリペイドカードを50回に渡り、 計104万円分購入していたことが後に明らかになっている。2017年の衆院選後、弁護士の倉持林太郎、詳細は、先日が山尾の事務所の政策顧問に起用された。政策顧問就任については、茅野実人が倉持を、河の部分で山尾氏が採用するのは、山尾氏が公私の区別を主張しているだけに、 余計に疑問が出てくると述べるなど有権者の反対がある一方で玉川徹は山尾氏本人が不倫はないと言って無所属で衆院選に当選したのだから問題ないと指摘しており小林義則は自身のブログで文春記者の実名や写真を晒すなど文春報道に対抗した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください